B. 世界における引用思考引用といえば生命判断や風水学で登場する引用道や引用語行説を連想される方も多いと思います確かに影火という言葉は影と日向というように一元に未的な相対性を表現するのに最もふさわしい言葉として古くから用いられてきました今も、なお、 あらゆる東洋思想や学説に生かされ発展されてきたことも事実のようですしかし我々が表現する引用は難しい学問重視の題材ではなくて生活に密着した物事の普遍的な性質を捉えているのであって学問と呼べるような大げさなものではありません毎日の生活の中で起きる出来事や食べるもの感覚的な違いを 自然の法則である影と火の原理に基づいて利用していこうとするものなのです。現代社会における生活に不可欠な引用でなければいけないと考えているのです。そういう意味合いにおいては、東洋思想の原点に帰るのかもしれません。しかし、これは東洋だけに限られたものではなくて、西洋文化の中にも垣間見ることができます。 ヨーロッパやアメリカのような祖先は狩猟採集に頼っていた民族では無限に広がる大空を男性・マンに例え空からのエネルギー光や雨を受け止め生命を育む大地を女性・ウーマンとして対比していたようです。自然観の中で自然現象や天然ものを彼ヒー・彼女・シーと表現するのはもともと性質の違いや 孤児にまつわる言われから物事の本質に表と裏右と左上と下過去と未来といった二面性を見いだしていたからではないでしょうかその他古くはインドイスラム圏でも男性の神様女性の神様それぞれ対比した役割があったり東西それぞれの守護神がいたり2つで1つの文化を築き上げてきたと言えるのではないでしょうか 神事そのものも生活観の中で自然発生的に生まれてきた文化ですが神にお願いをする者参拝者に対して与え授ける者教授者の関係も2者がいて初めて成立することになりますそれぞれ向かい合って和合するのですからここでも影と日の求進性が働いていると見ることができます世界各国における経済も 供給者生産者と需要者消費者がいて循環しているのですから有史以来の経済社会も影マイナスと比プラスのバランスで成り立っていると表現を書いてもおかしくはないと思います。